子どもの年代別説明編。子どもにとって望ましい話し合いとなるために、これから子どもの年代ごとに、子どもの一般的な特徴、子どもが両親の争いから受ける影響、そして子どものためにできることのヒントを説明していきます。子どもにとって望ましい話し合いとなるために、両親に知っておいてほしい大事な情報です。子どもの年代についてはおおよその目安とお考えください。0歳頃から2歳頃までについて見てみましょう。1歳の息子のお母さん。子どものご飯を食べる量が減ってしまいました。別居して引っ越してからなんですが、何か関係があるんでしょうか。2歳の息子のお父さん。うちの子はまだ幼いので、子供がいる部屋でつい夫婦喧嘩をしてしまいます。最近子供が夜泣きをするんです。夫婦喧嘩と関係あるんでしょうか。0歳頃から2歳頃の特徴。この年代の子供は親に世話をされて心地よくなったり、そばにいてもらって安心したりすることで、親との間で絆を育んでいます。しっかりと絆を育むことは、子供にとって健やかに成長し、将来周囲の人々と信頼関係を築く助けになります。子供はたとえ言葉を話すことができなくても、親の表情や声のトーンなどから、親同士が喧嘩をしていることや、落ち込んでいたりイライラしたりすることも感じ取っています。気持ちが落ち着かないと食欲が落ちたり、体調への影響が現れることがあります。このような特徴を踏まえて、子供を両親の争いに巻き込まないためにどんなことができるでしょうか。3つのヒントを見てみましょう。子供は幼くても気づいています。親同士が喧嘩をしていることや、親のイライラした気分を感じさせないようにすることが大切です。イライラしたり、あるいは落ち込んだりしているときには、一呼吸置いて気持ちを切り替えてから子供と接しましょう。子供の体調に変化が見られるのは、周囲の変化を感じているからかもしれません。子供と過ごす時間を確保して、子供の生活リズムや体調を安定させることを心がけましょう。一人で頑張りすぎないこともポイントです。周囲の人に手伝ってもらったり、相談したりすると良いでしょう。子供を両親の争いに巻き込まないための3つのヒントをお話ししました。子供は幼くても気づいています。子供の視点に立って考えてみましょう。